うわ、なんだこの生き物は。変な生き物。喋ってる。うわ、こっち来るな。こんな生き物見たことないぞ。一体何なんだ。何なんだこいつは。こいつじゃない。僕コロモン。お前のことずっと待ってた。で、いいと思う。コロモン。お前って呼ぶなよ。僕にはタクマって名前があるんだ。とにかく離れろって。タクマ？それが名前？よろしくタクマ。答えになってないって。いや、それより待っていたってどういうことだよ。それを聞きたいのはこっちだって。少なくとも僕はお前と違う。僕は人間だ。まだ子供だけど。人間の子供、初めて見るのになんだか変な感じ。たくまに会えて嬉しい。それ意味わかんないよ。いいか、コロモンとか言ったな。よーく聞けよ。僕はもう子供じゃないぞ。中学生なんだしな。中学生って何？それは大人ってことだ。では違くて、とにかく子供じゃな。子供じゃん。ほらほら、そうやってすぐムキになるところも。うるさい。いいからこっち来るな。待ってよタクマ。うまくあいつを振り切ったぞ。しかし一体何なんだ。あんな生き物見たことないし。それなのに不思議なもんだな。そんなに怖くはなかった。じゃないよな。え？こいつ、僕らを襲った岩のやつか。いたのか。この距離では逃げ切れない。
ろう。そうそう、舐められてたまるものか。見た感じ動きは鈍そう。わあ、なんか突進してきた。こいつ まずい、また突進してくるつもりだ。逃げて。お前は衣、こいつは気が立っている。早く逃げて。待って、足がすくんで。僕がこいつを引き止めてるうちに、さ、早く。さあ、かかってこい。わあ。なんだよお前、弱っちいじゃないか。僕なんて構わずにお前も逃げろよ。だって僕はタクマ。やらせるもんか。せめてお前だけでも逃げろ。そんな、タクマを置いて逃げられないぞ。だからそれはお互い様だって。あ、そっか。絶対絶命のピンチなのに笑いが出るなんて余裕だよな。僕の番だね。
んだね。ベビーフレッシュじゃ。ゲゲゲゲ。勝った。嬉しい。どうにか勝てた。これもすごい戦いだったな。なんて無茶なことをするんだと思ったけど、まさかやっつけちゃうなんて。タクマ違うよ。今の僕はアグモンだよ。アグモン？コロモンじゃないのか？うん、コロモンだったけど今はアグモン。よくわからないな。でもとにかくまずはお礼を言うよ。助けてくれてありがとうな。お礼を言いたいのも助けてもらったのも僕の方だよ。危ないところで助けてくれたのも、この姿になれたのも全部タクマのおかげだ。僕のおかげって何もしてないし。そんなことない。なんだかわからないけど、タクマと一緒にいたら体の中からぐんぐん力が湧いてくる。タクマありがとうな。どういうことだよ、その姿になったことか。一体それってどうなってるんだ。さあ。そうだよな、お前に聞いた僕が間違ってたよ。照れるな。いや、今のは褒めてないからな。とにかくこんな変な生き物見たらみんなびっくりするだろうな。みんな、そうだ、みんなを探さないと。みんな、みんなって誰だ。ああ、僕の仲間のことだよ。いろいろあってこの近くの神社まで来ることになって、一度は全員集まったんだけど土砂崩れに巻き込まれてみんなとはぐれたんだ。そうだったのか。とにかく一度校舎に戻らないとな。でもこんな見知らぬ土地で森の中、霧で方向感覚もわかんないや。霧？あの霧の中には入るなよ、タクマ。そりゃ好き好んで入るわけないだろ。ただでさえここがどこかもわかんないのに、またあの変なのに襲われたらひとたまりもないしな。またあんなのに襲われる可能性あるのか。どうだろう、わからない。なあアグモン、さっきの石の化け物ってあれ、お前の仲間なのか。仲間？冗談じゃない。あんな突然襲いかかってくるようなやつ、僕の仲間でも友達でもないぞ。いや、ダチとかツレとかそういう意味の仲間かって聞いたんじゃなくて。第一、僕はあいつらみたいに子供を襲ったりなんてしない。いや、同じようなタイプの生き物なのかって意味で聞いたんだけど。ん？あいつら、ひょっとしてあの岩みたいなやつ以外にも
化け物はいるのか？いっぱいいっぱいいるぞ。でかいやつ、硬いやつ、空を飛ぶやつ、速いやつ、けむくじゃらないやつ、他にもいっぱい。もちろんいいやつもいるし、悪いやつもいる。どっちでもないやつもいる。いっぱいか。ちょっと頭クラクラしてきた。僕、頭を打ってどうかしてるのかな。ん？どうした、タクマ？これからどうしようかなって。あの岩の化け物にまさか全員やられちゃったってわけでもないだろう。誰かまだこの近くに僕の仲間がいるかもしれない。じゃないぞ。岩みたいなやつなら、そいつの名はゴツモン。それぞれ固有の名前があるんだな。とにかく僕はこれから校舎に戻ろうと思ってる。その道すがらにはぐれた仲間を探したい。アグモンも協力してくれるか？おう、僕はタクマと一緒だ。わかった。よし、じゃあ。今のは悲鳴？人間の悲鳴だと思う。あっちの方から聞こえた。あの声、多分ミノルの声じゃないか。神社の方だな。行ってみよう。おー、